はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15、チャプター15、おまけパート、続きやっていきます。最近知ったよね、チョコボが普通に水の上渡れるって。あ、ちょっと待って、行き過ぎだ、これ。さて、今回はね、このスチリフの、スチリフの森、ここね。アラネアと4人冒険した。降りたい。降ろしてチョコボ。ありがとうな。ありがとうチョコボ。さてちょうどよかった。何も考えずに来てたけど、ここ夜じゃないと入れないところだったんだ。今なら入れるね。じゃあまあちゃちゃっと奥に向かっちゃうか。さて、結構前にここはね、アラネアと共にドラゴンを倒したところで、ここまでね、来てなかったんだけど、なんか落ちてる。さあ、こっちか。お？ん？どこだ？ここか。ちゃんと先に見つけておくべきだった。ここのレベル、推奨レベルは86。だんだん上がってってるな。で、魔法をね、少し組んできたんだけど、まあ、一部限界突破とかあるけど、これはまだ取っとこう。使わなくなるかもしんないけど、まあ、基本的に強めの魔法をたくさん持ってるから、じゅんぐり使ってこう。扉か。開けて、腕試しといくか。開けちゃおう。さあ、前回食べた食事の効果がそろそろ切れてしまう。おお、開いた。よし、行こう。よし、前回は分岐ことごとく外れちゃったけど、今回、うん？ちょっと作りが違う。このスチリフの森風の作りになってる。混沌。ロケンのような。あ、でも、めっちゃすごい。ここだけちょっと作り違うのか、ダンジョン。オッケー。調子はどうだ。絶好調。あ、まだいる。ここまでだ。ランス。どうだ。もらったな。オッケー。待って、プロンプトが荒ぶってる。無事に済んだ。マップはないもんな。こんなところ分岐あんのか。さあ、インプだ。やろう。あれでもインプってなんか背中にこんな三日月模様のこんな格好したやつだったっけ。オッケー。さあ、プロンプトのあの銃って、銃としての役割とチェーンソーとしての役割もあったっけな。再び混沌。イントネーションが分かんないな。混沌か。痛い。あれ、待って、今グラディオに切られた野郎。やめて、グラディオやめて。
おお、いい。一旦回復。仕切り直しだ。回復値の上限をね、消されたら厄介だから、その前に回復させとこう。あくびすんな。先を急ごう。今のところほぼ同じ作りだけど。さあ次、また混沌だ。デジャブが。どうする。これなんだ、神奈木就任記念効果。あとリボン一つぐらい交換できればいいな。お、イグニス今どっから来た。おっと、ちょっと強そう。あれ待って、こいつさ、前回だか前々回あたりのボスじゃね。そうだよね、ちょっと戦おう。ちゃんとファントムソード、ちょっと今度こそリンクを決めたい。よし、キレ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 。連弾が起きるときと起きないときの違いが分かんない。ハイポーション。油断したな。こいつ勝手な。あ、ビーク。グラディオ行け。レーザーも避けて、痛い。一旦回復だ。ようやく半分だもんな、これで。バックアタック、よし、グラディオ行け。バックアタック、よく見えない。よし、プロンプトどんどん打て。ずっと後ろから切ってるけど。よし倒れた。よし行け、グラディオ。オッケー。こいつがまだワンスタが出てくる、もしかして。あ、下へ。焼肉タイム。また炊いたりしたいよな。インプだ。ハリン。あれ、待って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 、仲間が大変なことに。ラストエリクサー、待って、さっきのやつよりインプで手こずってるけど。ハリー、もう一体、もう一体いる。グラディオ行け。このレーザーが強いんだ。危なかったな。しんど。無事で何よりだ。そろそろしるべないかな。またインプだ。あ、ちょっと構造が変わった。逃がしはせんぞ。よし、ちょっと若干変わっただけが構造。こっち行って、またいた。
ファントムソード使っちまったよ。で、仲間が来れた。こいつはちょっとこってりしてきたな、ダンジョン。アリさあ、こいつは毒状態になってる。よし、叩け叩け、危ない。グラディオ、あー、パリできなかった。バックアタック、バースターファイヤー、よし、ダウン。あ、クリティカルどんどん出せ。もうつきまくれ。でもまだ半分か。あ、待って、グラディオがダウン。こりゃ全滅もありうるわな。目見開いて倒れてた。ファントムソード、ノクトの体力が減りすぎると連弾が効かないのか。待って、ファントムリンクが出てこない。ダメだ。あ、グラディオが石に。よし、そっか、リボンつけてたからあれ食らっても石にならなかったのか。こっち、こっちだよな。あ、違う。今すっげー焼肉食べたい。毎度恒例の焼肉食べたいタイムで分岐日。あー、うっそーまたいる。魔法どんどん使わないとな。ブリザガ装備、お、ブリザガは結構効果が抜群だ。でもいまいち減りが悪いな。ファントムソード、行って、早めにリンク。よし、連弾だ。こいつは強えな。見た目も最強。グラディオ遅い。ボール、よし、叩け。このうちに魔法。あれ、イグニスダウン。イグニスにポーション。あとちょいだ。危ない、同じこと言った、イグニス。あ、プロンプト。いや、でもそろそろ倒せる。よし、いやー、きついな。いい流れだった。まだ出てくるっしょ。はー、俺生きてる。いやー、引き返したんだよ。今すっげー焼肉食べたい。あ、シルベだ。よし、着いたぞ。これはなんだ、ハイエリクサーが武器じゃない。とりあえず休もう。今日はここまでだな。ここでいいか。よし、テント張るぞ。さあ、ちょっとここは奮発してケニーズスペシャルデリバリー。
よし。よし、俺準備 OK。みんなは？俺、まだ眠いな。眠いなんて言ってらんないな。だけど防御力も上がってるし、攻撃力も上がってるし、魔力も上がってる。おっと、スローニーだ。あれ？ 2 体いる。あ、2体いるぞ、これは。痛い。さあ、防御力は多少上がってる。あ、刺された。早めにポーション。え、毒が。うわ、待って、アホみたいに強い。うわ、強えな。コンダクター、これで1点に集めて。魔法はないか。魔法、何かいい魔法、あ、あるんだ。ここだ。うっそ、マジか、強え。イグニスがいないと困るって。さあ、ちょっとこれはじっくり戦わないとまずいな。マジで。グラディオダウン、超強い。ハリー、さあ、ウィーク、今だ。決殺の技持ってんだろうな、これ。よし、ウィーク。ああ、喉乾いた。腹減ったな。苦戦したからな。やったね。2体で経験値1万超えてるしな。まだ出るか。おっと、コントンだ。優しい。あ、運気部屋だ。やろう。よし、さあ、どっから来たか分かんなくなる。今こっちから来たっけ。そうだね、左行ってみよう。こんなところでも分岐はあったか。あ、あれ、アイテム。あ、行き止まりで止まりか。優しい。ならちょっと右行ってみよう。行き止まりじゃないな。あ、行き止まりだ。優しい。ん？スリースターズ？なんか見覚えがあるようなないような。あ、耐性、やっぱ、なんだこれ、清めの塩。え、なにこれ、塩体中に塗ったくるのこれ。カンナギのピアス、いろいろあるところだけどね、整理して。アビリティコールをアップさせれば1人につきアクセサリーを3つ装備できるんだけど、そのアビリティコールがなかなかくせ者で、あんまりたまんないんだよな、レベルがいくら上がっても。だからまだ無理だ、しばらく。またこいつか。あ、閉じちゃったよ。エンカウントしてないのに閉じちゃったよ。ファントムソード、リンク。ああ、連弾は起きず。ハリー、一系グラディオ。魔法、よし、効いてる。よし、倒れた。あと、ボタンミスったな。さあ、相手は防御力低下中の毒回避。ハリー、
ハリー、よし、思い出一発。よし、勝った。こいつも結構慣れてきたな。魔法は使うけど、これ推奨レベルなんぼだったっけ。86か。99とかどんなことになっちゃうの。あー、スローニンだ。やべえなこれ。腕が鳴るぞ。あ、待って、早すぎる。こいつはもうフェニックスの覚悟だ。あー、パリ失敗。パリ居合の達人か。待って、プロンプトじゃない、イグニスか。油断した。パリで、ファントムソードだ。まず1体を片付ける。待って、標的が変わっちゃった。こっち。お、危なかったな。あれ、もう1体もそんなに経験値じゃない、体力減ってたか。とにかくラッキー。あ、次だ。もうだいぶ下ってるけどさ、よくこんなところ作ったな。まあ、元から石のように硬いし。よし、さあ手こずるけど、まあ倒せる。ただスローニン2体が一番きつい。今すっげー焼肉食べたい。どんだけ焼肉食いてんだ。これスローニンの予感。スローニンだ。あれ、待って待って、たくさんいる。これひどい。あー、ひどい。ファントムリンク、ちょっとこれはまずいな。どっかでラストエリクサー使った方がいいな。まあ体力は多くないんだけど、あれだ、攻撃力がマジで高い。プロンプト、コンダクターをやってほしい。これが結構効いてる。こうだ。痛い。腹はやだ。あとはこいつだけだ。コンダクターからの一斉魔法はやっぱり結構安定性ある。さあここは、あ、シルベ、第二シルベ。キャンプにするか。第二シルベはまあいいか。とりあえずラストエリクサーあった。アロス・コン・レッチェ、なんだこいつは。待って、こいつまさか、あ、打撃が効くのか。打撃は効くけど効いてない。いや、効いてるか。ハリー、あ、回復していくのかこいつ。まずい、さっさと倒してかわせないと体力取られちゃう。え、オラ、
オッケー。無事か？ノクトは？それなり。よし、結構深いな、ここ。おっと、トンベリ満載。あ、でも、あ、普通に強いトンベリだ。ここ本当に深いな。深いし、モンスター強いし、あと2つはこんなところじゃないんだろうな。待って、逃げないで。こいつはね、ガードを押しっぱでね、とりあえず攻撃してればパリーはある程度自動でやってくれる。ただ硬い、マジで硬い。おまけにとことことか歩いていっちゃうし、痛いし。ファントムソードだな。待って、その前に、うっそ。よーし、これで最後。うわあ、ここめっちゃ回復薬使わされた。やったな。あ、でも武器があった。バルムンク MP に応じてダメージが変化する片手剣。普通に強いよこれ。ランスと交換しよう。てか MP つってもシフト攻撃しない限り MP 減ないしな、特に。うん。出る。今すっげー焼肉食べたい。よ。ってことはシフト攻撃を控えればいいんだこれ。え、第三シルベ。やっと着いた。以前のパートで、あのアダマンタイマイの戦闘はただひたすらに単純作業の戦闘を繰り返すだけだから動画にしなかったって言ったけど、これ単純作業になってない。大丈夫か、見どころあるかこの動画に。黙々と敵を倒して仮想に向かう動画になってるけど、これ別にね、ひよこと遊んでるわけじゃないんだよ。ひよこをね、倒してるんだよ、戦ってるんだよ、ちゃんと男4人組で。別にね、飯が食いたいから鳥を飼ってるとかじゃなくて、下を目指すために倒してるんです。プロンプトが混乱してる。銃を持たせるな、あやつに。マジで厄介だよこいつら。一斉に切り裂いて。待て、全員無事だ。先行こうぜ。さあ、え、第4シルベ？よし、着いた。そんなバカな。ラストエリクサー、シルベ用意されすぎでしょ。さすがに今はいいかな。マントルに近づいてんじゃねえの、深すぎて。あ、待って、鳥が成長した。あー、喉渇いた。腹減ったな。苦戦したからな。ここに入って何日経っただろうか。冗談またトンベリ4体だ。でもトンバリじゃない、トンベリ4体部屋はいいアイテムがそこにあるんだ。確かにそうに違いない。全然食わない本当にトンベリは。ここまでやっても全然体力が減らない。ありがとう。ラストスパートだ。あとこいつ終わりか。見直したぜノクト。ああ
ポーションがこんなに減ってる、もう17個しかない。え、しかもクズ手使い、あれ、あーこっちか。俺生きてる、今すっげー焼肉食べたい。ここに入ってからもう2日ぐらい経過してないかな。え、キャンプにするか。5個目のシルベ来た。うっそでしょ、深すぎやしないここ。辛い。
きに行くぞ。受け取れ。サンキュー。嘘嘘てやよ、悪いてや、あれよ、想定外に厳しい状況だ。やべえかも。あいつの体力もそこが見えてきた。終わらすぞ。知らせよ。みんな、行くぞ。うん。よし。ああ、仕留められたな。しゃ。うまくいったな。はい、というわけで、この音声だけは別撮りです。いやーね、3時間近くここクリアするのに、かかったんだよな。もうね、二度とこんなところ行きたくないけどね、これもう次回の、あと残り2つのね、ダンジョンとかどんなことになるのかもう分かんないで、も想像がつかないんだけどね、とにかくここはね、時間に相当余裕があるということと、レベルはもうやっぱりマックスであるということと、大量の薬をね、持っていくことをね、おすすめします。ここ本当に今までのこの封じられた扉シリーズのダンジョンで一番きつかった。と最後ね、やっとね、ドラゴン現れた時はもうね、ぶっ殺してやるぞっていうことしかもう頭になかったね。というわけでね、じゃあ次回は、インソムニアのゲートの近くにあるダンジョンの扉の先にある路列が回んなくなってる。もうそこの封印された扉のダンジョンの先にいるモンスター倒しに行こうと思います。それじゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。